マミ無名もさやかです。黒の奇跡の第5章が始まってるところなんですけど、こういう感じできたか。すごいね、タイトルからプレイヤーの心をえぐっていくね。なるほどね。起動した後に転移して、でもそれでも近いところで見てるね。いやー、あの次の日に撮ってるんですけど、タイトル画面からまた心臓えぐってくると思いませんでしたね。ということで、旧市街探索したので、次リバーサイド行きますか。目的地に向かいます。あ、本当にリバーサイドもこんな感じで行くんだ。この曲ベルモッティがメインストーリーだね。あれ、誰かいるくない？あ、そっか、入れないけど、バイトっちゅうか仕事はしてらっしゃるんだね。お疲れ様です。あ、この二人どんな感じ今。君の声が聞こえてる、叫んでる。あー、空の奇跡ザ・サードのオープニング曲、 Cry for me, cry for you ですね。君の声が聞こえてる、叫んでるだよ。好き、めっちゃ好き。5本指に入るぐらい好き。タコス食べたいか。いや、いいよね、コテカナさん。あ、そうなんだ、ジェスさんね。もしかしてジェスさんってさ、そのファルコムさんの作曲家さんたちの、なんか JDK バンドさんの中にジェスさんっていうの？ジェスさんじゃなくても、愛しようとかアナグラムとか、びっくりした。で、なあ、あのメガネの子めちゃくちゃ美人じゃね。あ、どこだよ。老けてないよ老けてないよ下手くそだよ。うまいよ、うまいよ。うん、ふぬふぬ、けど給料払わなきゃいけないんだったらあれよね。みんな結構さ、押し込みすごいよね押し込みと寛容さがあるよね。この二人どうなった。あー、ローディー君、羽目を外したり不審な行動さえしなければなんとかなる。うん、偉すぎか。ヨルムンガンド戦役の時の教訓。へえ、すごいね。へえ、あ、そうなんだ。そっかそっか、なるほどね。生きてるんだ、経験が。男性だしね。ローディ君、どん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 株上げるね。みんなで怖がるより少しでも落ち着けたやつから動いていく。まずはそこから。名言か。名言すぎる。なんか、そういう心を持って生きていきたいよね。いや、ほんまに。つまり、セルマちゃん。あれ？なんで？どうした？どうした？どうした？はい、あー、そういうのを見てきたんだろうね、ジェームス君は。まあもうちょっとかね。そして、ん、あー、思い出すよね、思い出すよね。バンちゃん、ベルモッティさん、久しぶりだな。ジャックとハルちゃんも来てる。2ヶ月ぶりくらいかな。え、あの、え、今回の騒動でこっち来たってわけじゃないよね。それとも来たの？
ジャックの方が5歳年上、できた弟分のようなもんだった。首都拠点のベルモッティさん、コートを拠点のジャックちゃん。職業柄各地を飛び回るジンゴちゃん。なるほどね。あいつ誰誰？ああ、ジャコも？あ、そうなんだ。聞いてきたんだ。あ、アルマートの情報を手伝うために。そうなんだ。そっか。連中のボスが今のジェラールになったきっかけに関わってた。確かにそうよね。賭博師ジャックの1の方で、ハルちゃんがジャックにその復讐のために挑んだ時の船を貸してくれたっていうか、そのお膳立てしてくれたのが、あのなんだっけ、エンリケだっけ、だったと思うんだよ。だからそれつながりっていうことを考えると、この2人はめちゃくちゃすごいすごいところで空の奇跡から関わってたんだねっていう話よね。そっかそっか、ボスが変わってんのか。そっからもうアルマータなんだ。へえ、なるほどね。まあまあまあ、確かにね、そのままほっといてもっていう話よね。すごいね、すげえな。そうなんだ。もしかすると彼女も、え、リーシャの話、え、リーシャと顔見知りなの。あ、でもそっか、あのアルカンシェルに行ったことがあるって言ってたんだっけ。って考えると、インさんとリーシャが一緒っていうのを気づいて、いやでもなんか裏の者同士、そのあれあれだ、女優の方じゃなくって、あのグリムキャッツ方面でなんかあんのかな。そうなんだ。結社も、教会はこの方々、結社はこの人。アーティファクトね。今回はそれだけじゃなさそう。別口の武装組織、武装組織なんだ。あの人は、あ、そうか、違うんか。なんだろうね、あの空気さん2年前に影狼側で動いてたね、ミルミラージュね。他国に介入するような連中だったか。トップの意向か、そっか。そうね。バルターだけなんかな。結社とアルマータ、もしくは庭園には後ろぐらい因縁がある。あー、どうなんだろうね。まあ裏同士なんかあんのかな。そうね、協力関係じゃなさそうなのあれよね、千の奇跡の時にちょっとうってなったからねここ結託されたらマジでやばいよね。ありがとう。ね、ほんとヘマしないでね。飲みすぎの注意。ん？どうした？ほいほいほい。マリエルちゃん？
大丈夫？でもさ、なんか必死感あるな、やばいな、気にかけとこう。で、あなたはどうなったの？前回なんかほのぼの漫画が描きたいって言ってたんだっけ。これは元のいつものアクション系の話をしてんのかな。あげてんね。作家の気持ちをあげてるね。ああ、なるほどね。ああ、自分がやりたいことのために才能発揮できるタイプなんだ。なんか悲しいね、ある意味ね。なるほど。クロニーさんは頑張ってない？なんかいい編集さんだなって思うけど。どうやったらベルモッティさんに話しかけられる？あ、いけた。そうだね。マジでリンゴさん死んじゃったの？マジな。なんか改めて涙が出る。心配すぎ。あ、しまった。ほい。オーダーをどうぞ。特に。また遊びに来て。今度は逆にジャックに話しかけられなくなった。ああ、そうなんや。そうだね。よいしょ。あら。大統領令による非常事態宣言が今日の国連に発令されています。国民の皆様は大統領府あの人各自治体の指示に従い、あの人ジリスのこと？誰？ジュディスのこと？びっくりした。バレたんかと思った。さすがに。マクシムさん何しに来たの？何しに来たって言うのおかしいか。知り合いっちゅうこと？ Z1 黎明期に名を馳せた整備士さん。なんだったっけ？そう、レッドスター。じゃない。どこだったっけ？レッドスターだよね。そっか、それでか。なるほどね。なるほどね。心入れ替えてるんだ。でもさ、才能あってさ、そこ真面目にしたらもう鬼に金棒じゃん。そうなんだ、頑張って。ね、こっそり応援しよう。さてと。ちょっと見直した。はあ、そうよね、トレーナーさんとかもいるのか。ラジオをかかりながら喋るの難しいんだよね。日本語同士がぶつかる。さあ、よいしょ。大丈夫？不安がってない？そうなんよ。そうなんよ。うわ、今回のマラソンマジできついな。わー、ラシカルくん、ちょっと私話しかけられん。どうしよう。うわー、どうしよう。ラシカルくん、
ちょっと待って、ね、涙が前で見えない。逆。前、涙で前が見えない。本当ね。いや、ほんと許せんわ。ラシカルくん、いや、ほんまに、私も祈る。いかんいかんいかん。でも一応実況だからさ、喋らなきゃいけないんわし。でもまあ、じゃあ行きま行くか。行きましょう。よし、後ろに誰かいる？ん？これ誰？これ。ああ、読み込みされてなかったんか。クレイジーでデスペレート。さてと。ああ、そうなんだ。うん、ありがとう。いやー、ほんま。百貨店人多い？いつも通りか。おお、どうした？はい。なるほどね。はいはい。呼びかけてるんですね。いやー、ほんとね。信じられん、ほんまに。ほんとにいい人たちばっかりだった。心配よね。話しかけられようとしとる。ああ、だよね。メスさんは完全にお金目当てで愛そうっていう気はまるでなかったんだけど。エリアンくん、あ、ほんと。手に馴染む剣が手元にないの心細い。自分の剣は置いてきたってこと？帝国に。まあ、持ってこれんかね。持ってこれんよね。君の実家教えてくれ。君の実家どこなんだ。あ、来てたんだ。4年ぶりの再会にそんなこと言うの？まあ向き不向きもあると思うけどね。最後は兄の言葉でしたね。なるほどね。頑張ってね、お互い。恥ずかしいとこだった今。あら、あら、お兄さん、あら、お兄さんじゃない。またお越しくださいませ。あー、カイナさん、そう、あ、車が故障してか。
いやあ、本当。うわあ。いや、ほんまに。原野の猫っていうんだ、グリムキャッツ。いや、信じらんない、本当に。まあ、でも開けとかないとね。はあ、上誰かいる？まあみんな太陽浴びて元気になろう。うん、そうだね。あまり伏せてばかりいたらね、心がやられちゃうからね。さて、メリーゼさんはどうなった？旅行もできないじゃない。あー仕事漬けか。あ、なるほどね。あの人、どこかで見たことあるような。そういえば、やば、早く行くわよ。そんなにあ、ほんと。はい、伊予田に入ります。いや、ほんまね。あ、おととしの戦争よりよほど怖いね。実害がもうあるもんね。病院か。人間ってこんな時でも仕事しなきゃいけないの大変やね。まあ生きていく上でだけど。あー、あ、そこまでたどり着く？授業午前中だけになったんか。あー、聖地ね。何者なんだろうね、本当に。はい。よっと。そうだね。まずは目の前の人だね。さて、あとは有機騎士協会の前に。ルネキンケイド氏はイケメンだった顔出してるんだやっぱりそれは困る。それは大変。バスって本当わからんよね。はい、ということで遊撃士協会、レンちゃんがいるとのことですが。来たか。はい。お疲れ。当然だろうけど、あなたたちも動いてたのね。あ、本当疲れ。リベールや結社方面の動きを含めて情報交換。へえ。
レイ一帯は軍が完全に封鎖中。遊撃すら立ち入り禁止か。住民や訪問者の安否は確認できず、現地での生存者はゼロか。それだけね。いやマジなんか。三皇帝全員が現地入りする事態。へーへー、ほんとね。反応兵器が戒められていた理由のもう一つに関係してる。放射線、汚染か。へえ、そんなに出るんだ。あ、そうなんだ。へえ。あ、ほんと。へえ、こういう遊撃士たちが B 級以上が数十名。レマン本部から S 級の派遣すら検討されている。へえ。でも歌詞どうなんだろうな。S 級って他に誰がいんの？だってカシウスさんもう軍に戻ったじゃん。へえ。あ、アリオスさんか。え、アリオスさんってでも S になんないっていう話だったよね。もういいか。首都やそれ以外の守り、別のつて、トールズ系っていうこと？もうとっくに動き始めてるかな。あのトールズ系の話だったらすごい行動的だろうね。ね、帝国のなんたらですね。ピーちゃんかわいい。他の案件を片付けたいか。へえ。心配か。あ、そうなんだ。へえ。なんだ、バン君知ってんの？実家関連？え、でもお菓子メーカーでしょ。よかった。わ、知ってんな、バン君これ。また増えました。わかる？新しい助手にしては時給高そう。事務所の広告。秘書？秘書なんだ。わかった。秘書です。美人秘書です。給料は出さねえ。もうバレてるから一家ぐらいな。みたいな悪趣味なことしてないみたいだし。怪盗 B さん悪趣味かな。いや、己の美がね、追求しすぎてね。忙しいから放置。分かっちゃいたが完全にバレバレですね。はい、バンさんなんですか、あなたのお友達。あー、ディンゴさん、そうよね、レンちゃんとも関わりあるもんね。そう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 。あー、ほんとね。もうやだ、惜しい人なくしたわね。はね、ほんと地雷ワード。そうだねそうだね、無駄にするつもりはないね。ありがとう、レンちゃん。わーい、二人並んどるでぃ。ひー、よいしょ。誰かがおる。誰ですか。あー、グレイ君帰ってきたんだ。半年程度の努力ね。めちゃくちゃ思い詰めてんね。やれって言われたことをやるのが一番だよね。まあでもそうなん、どうなんかね。ピーちゃん、7組どうなるんか聞きて、うまく連携して聞きたーい。マジ聞きたーい。
うん、ツンデレ毒性だったとは。お兄さんも持って誰持って誰。はいはいはい、いやそっか、別の人に託すから。シュカル君、まあ今寺院にいるからね。チノさんがいた。うん、はい、というわけで今回はここまでになります。ありがとうございました。